バタフライを長く泳いでみたくないですか？どうも、セリカスイミングのセリカです。バタフライで、まあ、25泳ぐのもきついとは思うんですけど、まあそこまでいけるんだったら、せっかくだったら100メートル泳げるようになりたいですよね。結構私の生徒さんは、まあ、25メートル泳げるようになった方も多くて、まあ、次はじゃあ50とか100メートル目指していこうっていう方も結構多いです。ということで、今回はバタフライを美しい泳ぎのまま100メートルを泳ぎ切るためのテクニックを4つご紹介していきます。動画の後半には3つのおすすめの練習法もご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。それでは本編に行きましょう。ではまず本日のラインナップをご紹介していきます。1、遠くに浮き上がる。2、かけ始めだけ頑張る。3、第一キックのみで十分。4、息継ぎの極意。そして最後におすすめの練習方法を3つご紹介していきます。動画内で質問やご相談のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。一つ目が遠くに浮き上がるということですね。バタフライをできるだけ省エネに泳ぐのであれば、ストローク数を減らしていきたいっていうのが、まあ、最初にやらなければいけない目標になります。で、ストローク数を減らしていく一番簡単な方法は、遠くに、できるだけ遠くに浮き上がるっていうことをぜひやってみてください。まあ、これにはある程度沈み込みも必要になってくるんですけど、それをできる前提で今回はお話しさせていただきます。まあ、うねりは絶対必要なんですよ、バタフライには。まあ、今回は今までね、ずっとうねりは大事ですよっていうのは動画でお伝えしてきてるので、もうそれプラスアルファでやっていただきたいこと。まず一つ目が、もうできるだけ遠くに浮き上がるっていうことですね。ほとんどの方は、まあ、体がぐんともう反りすぎてすぐ近くで上がってきてしまうので、できるだけ体はまっすぐに反らせずに腹筋を使って遠くに浮き上がるように意識してみてください。そして2つ目が、かき始めだけ頑張るっていうことですね。バタフライの手のかきってめっちゃきついんですよ。私も大会の時100メートルとかだったら、もう後半腕が本当に辛いんですね。で、まあ、なおさら長距離泳ぐってなったら、もっとセーブをしていかなきゃいけない。もう肩が回んなくなったらバタフライ終わりになっちゃうので、できるだけ脱力をする、タイミングを増やすっていうことがバタフライの柿では大事になってきます。で、ここで私が言いたいのが、バタフライは柿始めだけ頑張ればいいよということです。もうとりあえず柿始めはしっかりとお水を掴んでください。まあ、どうしてもここでお水重いなって感じる瞬間はあるとは思うんですけど、別にそこまでガッとかく必要もないです。ある程度の力、まあ、なんて表現すればいいのかわかんないんですけど、それなりに水は逃さずにかき始めは頑張って、プッシュは全然脱力していいし、なんだったらプッシュまでかき切ることもないです。途中で切り上げてリカバリーに移っちゃっても全然いいので、できるだけ手のかきは脱力して行うようにしてみてください。3つ目が、第一キックのみで十分ですね。まあ、バタフライ長く泳ぐとき、私は第二キック打ってません。まあ、この動画でも私多分第二キック打ってないんですよね。まあ、多少の本当にチョンっていう第二キックはあるかもしれないんですけど、全然いらないです。第一キックだけの方がむしろタイミングもつかみやすかったり、抵抗の少ないバタフライになったりしますので、皆さんが、まあ、できるだけ 100m 泳ぎたいとかのであれば、第一キックだけのバタフライをぜひやってみてください。まあ、余裕がある方はね、第二キック取り入れてみてもいいと思うんですけど、あんまりおすすめはしないです。そして最後は、息継ぎの極意ですね。バタフライで、まあめっちゃ難関、本当に一番難関って言ってもいいんじゃないかな。息継ぎが本当に苦しいですよね。まあ、呼吸としても苦しいし、体勢としても苦しいと思います。まあ、そんなバタフライの息継ぎで私が絶対守っていることなんですけど、長距離であろうと短距離であろうと、できるだけ息継ぎはしないようにしてます。やっぱりタイミングのずれるポイントでもあるし、息継ぎを入れることによって抵抗がすごい大きいんですね。だからできるだけ、まあ、しない。もう苦しいのであれば全然息継ぎはしてもいいと思うんですけど、息の持つ方はできるだけしないようにやってみてください。その方が絶対楽です。
で、あとは呼吸に関してなんですけど、吸う直前で吐く、これは必ず守る。で、息継ぎを行った時は体はできるだけ反らせないようにしてみてください。ということで、おすすめの練習方法3つご紹介していきます。まず1つ目、イルカ飛びになります。こちらはうねりを覚える、浮き上がりをできるだけ遠くに浮かんでくるっていうことをぜひ練習してみてください。イルカ飛びでできないことがバタフライでできるわけはないので、まずはここで浮き上がりをちゃんと練習する。結構イルカ飛びがうまくいくようになる、体勢とか体の使い方が分かってくると、実はこのうねりだけでも進むんですよ。その感覚を説明するのがすごい難しいし、言葉で表現できないのでここではあんまり言わないんですけど、実はこの切り替えるポイント、浮き上がるっていうその切り替えるポイントのタイミングをうまくつかむことができる方は、ギュインとそこでスピードアップすることができます。ぜひ研究してみてください。はい、ということで続いてスカーリングになります。手の書き始めだけ頑張ってくださいっていうことなんですけど、水の捉え方をある程度わかんないと、書き始めでなかなか水もつかめられないし、あともう一つの大きな理由が、ある程度水をちゃんとつかめられるようになる方っていうのは、力を必要としなくても水をかくことができます。力なく水をかくことができるんですね。それはちゃんとやっぱり経験値を積んでいかないとわからないことなので、ぜひスカーリングも取り入れてみてください。そして最後におすすめするのがドルフィンキックになります。バタフライで一番重要な練習は、私はキックだと思ってます。手のかきもね、スカーリングとか重要だとは思うんですけど、やっぱりドルフィンキックっていうのは、体の使い方、足の使い方が、全部一致してのドルフィンキックの推進力になりますので、これがちゃんとできない方はどうしてもバタフライで、進みが悪い、あんまり長距離に向かないバタフライになってしまうので、バタフライの練習のメインはぜひドルフィンキックにしてみてください。ということで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。スリカスイミングではパーソナルレッスンも随時受け付けておりますので、気になる方は概要欄からチェックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。